中年オタッキーです。いよいよね、東京オフも近づいてまいりました。11月6日からカメラの山屋さんでね、オタッキーが来る前からですけども、モノクロパッセージっていう写真の展覧会ですねが、行われます。ドリームロコモーティブさんとかね、おなじみの方のね、作品が並びますので、お近くの方はぜひ足をお運びくださいませ。なお利用はね、ドリンクバー300円のお支払いが必要になりますが、まあ、あの飲み物を飲みながらゆっくり写真を楽しむという意味では非常に有意義な、イベントになると思います。なお、期間中ね、11月6日から28日、先着10名ですけども、受付でチャンネル登録、オタッキーのチャンネル登録してるよっていうことをお伝えいただければ、ドリームロコモーティブ様の作品を5枚ほどプリントしたものをプレゼントするという企画になっておりますので、まあ早めに行ってね、受付で中年オタッキー、チャンネル登録してますっていうことを表明していただければと思います。はい、で今日はね、このカメラの紹介と、このカメラの紹介になっていくんですが、これね、ジャンクセットに入っていたね、コニカのこれ、レビオっていうのかな。これね、APS フィルムカメラなんですけども、まあ、APS フィルムね、もう、製造が終わってしまって、期限切れのものしかないっていう世界なんですけども、十数年前にね、期限切れになったフィルムを、一本持っていたんでね、ずっとね、フィルム入れて撮ってたんですけど、なかなか取り上がらなくて。ようやく1年ぐらいかかって、1年以上かかったのかな。で、撮ってきて現像しましたんでね、一応ね、まあ現像したということで動画にしていきます。まあ、ろくでもない写真しか撮れませんでしたが、一応ね、で、そんなわけでやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するコニカレビオなんですけどもね、一応ネットでググってみたんですが、情報が全然出てこないんですね。レビオ、なんか違うバージョンのやつはいっぱい出てくるんですけど、Z2 とか CL とかなんかいろいろね、出てくるんですけど、これレビオ、ノーマークのレビオは出てこなかった。多分ね、これ初代レビオなんだと思うんですけどもね。APS フィルム使用機ということで、まあ、このようなね、ちょっとちっちゃいカートレッジ。ピンボケになっちゃうか、顔認証になっているピンボケ、これちっちゃいカートレッジが入ってるんですけど、このカートレッジをね、いいよ、こうパコって言ってね、もうストンって入れて、そしたらね、勝手にフィルム巻いてくれるんですけど、ほんでスタート、もう写真を撮る、あとは電源を入れて、まあ、ファインダーを覗いて、こんな感じでね、撮るんですけどもね、まあ、いわゆるバケーションカメラなんですけども、APS バケーションカメラ、ものすごくちっちゃいんですね。まあ、オリンパスペンの大きさは一緒だけど、薄っぺらくなった感じですね。だから、胸とポケットとかでも簡単に入るし、とにかくね、蛍光性がいいんですね。で、撮影途中でもフィルムを取り出せたりとか、まあ、いろいろね、面白い APS フィルムカメラならではですね。で、あとね、APS-C。APS-H、APS-P って3つの撮影モードがあります。C がね、サービスサイズ。H はね、横長ですね。で、P は、パノラマ。この3種類の撮影モードが選べます。ちゃんとね、切り替えたらね、ファインダー表示が変わります。うん。で、僕は今回 APS-H で撮ってきました。APS-H と言ったらね、カメラにかなり詳しい方はわかるかもしれませんが、EOS-1D、Mark 1、Mark 2、Mark 3、Mark 4、この辺はね、APS-H のセンサーサイズなんですね。で、APS-C って言ったらね、もう皆様ご存知、最近のデジタル一眼。よく聞く。まあ、普及価格帯のデジタル一眼はだいたい APS-C、というセンサーサイズになってくると思いますが、まあ、この APS カメラのね、画像サイズが発祥だったんですね。で、このフィルムなんですけどね、現像してもね、このパトローネが返ってきちゃうんですよ。で、中身取り出せないんですね。で、中身取り出せないんですけど、無理やりだったら取り出せます。で、今回取り出してるんですけど、こんな感じでね、
なんと申しますか、35ミリフィルムよりちょっと幅が細いって感じなんですけどね。で、これ期限10年以上切れてるんで、やっぱね、フィルムベースがちょっと黒っぽいです。わかるかな。うん。でね、まあ、だいぶ、期限も切れてるんで、カールがきつくなっておりますけど、元に戻そうか。これがね、一遍出したらなかなか戻らなくなる。なかなか戻らなくなるんですけど。でね、スキャンするときはね、結局ね、この無理やり引っ張り出して、スキャンするしかないと思いますが、今回は僕はお店にやってもらいました。でね、フィルムの引っ張り出し方はね、オブスクラさんが詳しくやっておりますのでね、一応、リンクつけとこうかな。説明欄にリンクつけておきますんで、オブスクラさんの動画をね、結構簡単です。尖ったものでね、蓋を開けて、ほんで引っ張り出すみたいな感じなんですけど、結構簡単です。でね、まあ今回撮ってきたんですけどもね、まあさっきも言いましたけど、経年変化でちょっとベースが黒いと。感度も下がっているんですけど、一応ね、これプラス 1.5 補正できるんですけどもね、まあフィルムベースが黒くなっているということもあり、感度も落ちていることもあってね、やっぱろくな写真は撮れなかったんですね。で、おまけにね、トラブルもちょっと出ておったんですが、まあ一応写真は撮れたんで、一応で、ね見てもらいましょうか。ここからは作例になってまいります。作例なんですけども、まあ見ていただければわかる通り、ろくな絵は出なかったんですね。まあひどいもんです。結構ね、強い光には強そうなんですけどもね。で、このようにね、なぜか光が漏れてます。なんで漏れたんだ、これどっから漏れるんだよって感じなんですけども、もうね、ろくな写真撮れてないんでね、もう、そそくさとね、もう3秒ぐらいの表示にしてますが、これ本来だったらね、もっといい絵が撮れてるんでしょうけどもね、これはちょっとまともかな。これはちょっと、これまともだったのに光が漏れてパーになっちゃってるんですね。まあ、ある意味、エモいと言いますか、これはね、そこそこ、まあ、去年の秋の写真なんですけど、この辺はね、プラス 1.5 補正かけてます。んで、まあまあの絵になっておりますが、まあ、所詮、これはね、期限切れ、十数年のフィルムなんですね。もうね、新しいフィルム売ってないんでね。で、このカメラね、古いフィルムで撮ったんで、まあ、今回期待してなかったんですよね、実際ね。で、ドリームロコモティブ様に以前提供いただいた APS フィルムあるんですけども、もし今回ね、うまく撮れてたら、これ装填、そのフィルムを装填してもう一回使おうかなと思ってたんですが、まあ、光線漏れとかも出ちゃってるし、これはちょっとまずいなと。まあ、いうことでね、まあ、違うカメラにね、いただいたフィルムを装填します。EOS X50 あたりに装填してみようかなと思ってますね。でね、これ一応ね、APS サイズのフィルムなんで、まあ、簡単に言うとね、ハーフサイズと同じぐらいの画角になってくるんですね。つまり、30ミリのレンズだったら45ミリとか、まあ、1.5 倍ぐらいの画角になってくるんですけど、これでね、EF80-200F2.8L とかにテレコン2倍つけて400ミリすると、640ミリの長さ、換算焦点距離、640ミリぐらいになってくるんですけど、ただ EOS X50 がすごいちっちゃいカメラなんで、80-200F2.8L プラステレプラスなんかつけたらもうカメラがどこにあるかわかんないっていうぐらいちっちゃいんで、まあそれをつけて撮るのもね、ちょっと考えてるとこなんですけどね、APS カメラね、ほんとね、旅カメとかにはすごくいいと思うんですよ。ほんとね、特に僕バイク乗りますけど、バイクに乗ってカメラを持っていくときにはね、結構邪魔になるんですよね。で、こういうちっちゃいカメラいいんですけどもね、現状もうフィルムが手に入らないということで残念なことにね、そんなわけでね、APS カメラ、いや、まあ、ヤフオクとか、メルカリとかでも、まあ、ボロカスの値段で売ってますし、ハードオフでもね、もう100円とか、まあそういう値段で売られてしまってますんでね。レビオシリーズはね、結局ね、最終的にはデジタルになっていって、500万画素とかのデジタルもあったみたいですけども、まあコニカ自体が、まあコニカミノルタと合併してカメラ事業をやめてしまうので、レビオの歴史はそこまでになってしまうみたいです。今回こう紹介した、このレビオはね、2448ズームってなってますけど、まあこれざっく
くりね、3570と同じぐらいの焦点距離な、3570と同じぐらいになってくるんじゃないかな。うん。まあ、ピントのね、優秀性とか、実はね、今回プリントもあるんですけど、解像度とかは、まあね、所詮はハーフに なるんで、そこそこ、ハーフに ISO400 のこれフィルムなんでね、解像度がそこそこになってしまうんですが、まあ、プリントするぐらいだったら全然問題ないって感じですかね。そんなわけでね、まあ、コニカレビオ、まあ、トラブルも一応出るし、まあ、フィルムもないということで、もう買うべからずっていう感じになってしまいますね。どこかね、出してくれたらいいんですけども、結構ね、難しいみたいです。オブスクラさんも動画でも言っておられましたけどね、これね、磁気情報が入ってるんですよ、この中にね。フィルムの中に。で、データが入ってるんですね。だからね、まあ、35mm のフィルムを例えば幅を狭く切って、中に押し込んで使おうと思ってもカメラが反応してくれないみたいなんですね。そんなわけでも使い道がないということになってしまってます。まあ、APS、アドバンスドフォトシステムというね、名前がついておるみたいなんですけどもね。まあ、短命に終わったということで、やはりライカ版の画像は崩せなかったかなっていう。まあ、さすがライカは100年の歴史があるということでね、デジタルカメラ全盛になっても今まだ 35mm フィルムは健在でありますが、まあ、どこまで生き残っていくかなって感じもしますがね。まあ、自家現像でモノクロで使うっていう方はね、結構まだまだ楽しめると思います。あと50年くらい楽しめるんじゃないかな。まあ、50年僕は生きてないんでね、僕は死ぬまではちゃんと楽しめるかもしれないですけど、その前にフィルムスキャナーとかが苦しくなってくるんで、最終的には、自家現像デジタルデュープとかの世界になっていくんでしょうけどね。まあ、APS フィルムカメラはもう現状では、買うべからずという感じのカメラになってくるんだと思います。残念ですね。非常に使い勝手がいいんですが、ただね、使い勝手はいいんですが、後が大変なんですね。まあ、今回ちょっと CD まだパソコンに入ってるんですけど、 CD インデックスでこういう形でね、帰ってくるんですね。だから焼き増しとかしたかったらこれにマークをつけていくわけなんですな。で、お店にそのこのカートリッジごと持っていくんですよ。で、カートリッジごと持って行って何番を焼き増ししてくださいなんですけども、まあ、焼き増ししないにしてもね、これね、かさばっちゃうんですね、保管にね、このカートリッジがね。だから、その 35mm 版のね、フィルムだとね、ネガシートに入ってくるんで平らになるじゃないですか。これはね、ちょっとね、やっぱり 35mm 版に分があると思いますね。なんでこんな形にしちゃったのか、ネガシートの方が絶対保管性いいんだけどな。まあ、このカートリッジごと返すというのが絶対ね、APS フィルムはね、普及に足かせになったと思いますが、まあ、今更何を言っても後の祭りと。まあ、そんな感じになります。今日のね、動画は、まあ、この APS カメラ。コニカレビオの紹介でありました。買っちゃダメですよ。もうフィルムがないんでね。もしフィルムが再販されたらいいカメラであると思いますが、今回の光モデル、どっから漏れるんだろうな、これ。本当に不思議だよ。これどこから漏れるのって感じなんですけど。まあ、漏れてたのでどうしようもないですけどね。そんなわけでね、今日の動画はこんな感じ。ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日はね、キャラブキさんがトップバッターですね。こんばんは。今回は1枚投稿させていただきます。写真は去年のもの、秋らしいものを選びました。ポートレートですがよろしくお願いします。タイトルは君振り返る。カメラはニコン FM、 レンズニッコール 50mmF1.4、 フィルムコダックカラープラス200。先日久しぶりにこの銀杏のある道通りかかったところ、なんと切られてしまっていました。もうこの景色は見られないと思うと残念ですね。で、作品なんですがね、これ結構ね、いい感じの光で撮られているんですよね。フィルムのね、相性も非常にいい感じなんですが、構図がちょっとね、ど真ん中なんで、せっかく振り返っているんでね、ちょっと構図をいじりたかったですね。僕だったらこうするかな。こんな感じね。もっと寄って撮ってもよかったかな。寄った方がね、背景もボケますし、
まあ、十分ボケてるといえばボケてるんですけどね、キャラバキさんの場合地面のね、イチョウの落ち葉をちょっと強調したかったのかもしれないですけどね、まあ、そこは好みということですが、キャラバキさんの投稿ありがとうございます。次はね、タクさんかな、これは。中年オタッキーさん、こんばんは。いつも楽しく動画拝見しております。初投稿になります。コンタックスに一目惚れし、収集ついでに写真を撮っている24歳です。先日、長野は美しが原かな、これ。高原にて、エクターを使って色をテーマに撮ってみました。1枚目ゴールド、2枚目ブルー。カメラコンタックス RTS3、レンズカールツアイスプラナー 85mmF1.4mmJ 富岡製、フィルムエクター100、コダックエクター100ですね。コダクロームなのかなあれ。近々コツコツ集めたコンタックスたちを俺のカメラのコーナーに投稿させていただきます。今後の活躍をお楽しみして、楽しみにしております。ということで、1枚目からいきますが、これは素晴らしい写真になりますね。富岡のレンズで新逆光。これ色もすごい色になって、黄金色。素晴らしい発色になってますね。これタイトル画面に使わせていただこうと思います。で、2枚目のブルーなんですが、これはね、あえてね、シャドウにして、色温度を上げて撮った感じになるのかな。これこれ凍ってるんだよね。霜が降りてる感じになるのかなと思いますがね。見事に真っ青になってますね。なんか朝食したような感じに見えますね。はい、たくさんありがとうございます。また投稿よろしくお願いします。次はね、奈良崎日野さんですね。一昨日はライブお疲れ様でした。一つ前のライブでニコンの面白レンズ工房の話題が出てきましたので、その中の一つ、ギョギョッと20の作例も兼ねて作品投稿させていただきます。タイトルはギャラリーが作品です。レンズは前玉が平らで絞りは F8.5 で、ピントリングもありません。カメラはニコマート FTN、フィルムはコダックゴールド200。投稿写真は正面からまっすぐ撮っていますが、下から上にまた逆に上から下に煽るように撮ったりするともっとこのレンズの まさに面白さが楽しめると思います。ヤフオクでもたまに安く出ているので探してみてはいかがでしょうか。それではよろしくお願いしますということで作品なんですけどもね、まあ、ギョギョッと20ということでね、まあ、完全樽型になると、まあ、20ミリなんで、まあ、当然といえば当然なんですけど、でも色は結構いい色が出るんですね。これちょっと驚きだな。まあ、ピント合わせも何もできない完全パンフォーカスレンズになるんでしょうけど、もうまあ遊べ、室内でもこんだけ撮れるんだったら結構遊べますね。うん。はい、すいません、奈良崎さん、ありがとうございます。次はね、柿の木さんですね。中年オタッキーさん、こんにちは。チャリ圏内のスナップ写真を自家現像で楽しんでいます。田畑に置かれた寡黙なこいつをパチリ。タイトル、ボスの忘れ物。カメラ、ペンタックス ME スーパー、レンズ SMC ペンタックス M50mmF1.7、Y2 フィルター、フィルムローライスーパーパン200ということですね。で、作品なんですけどもね、ローライのね、ハイコントラストのフィルムをさらにね、イエローフィルターで、かなりの高コントラスト、かなりいい感じに仕上がっておりますね。生々しい、改造感。忘れ物ということなんですけども、これ何を忘れたのかな？何を忘れたんだろう。そのタイトルのところちょっとあれ気になりますが、改造感は非常に良い、なめめかしい感じになると思いますね。まあ、で忘れも多分このペットボトル飲み物を忘れていったんだろうけどね。はい、柿の木さんありがとうございます。最後はね、西尾高西さんですかね、これ。久しぶりに作品投稿の子は何投稿します。タイトルは赤い86と赤い中華料理店です。カメラ、キャノン EOS 5D Mark III、レンズ、トキナ AF19 から35、F3.5 から4.5というですね。で、作品なんですけどもね、これ非常にうまいですね。おそらくね、広角端ぐらいで撮ってるんじゃないかと思いますが、赤い建物に赤い車、広がりのある写真、おまけに光の境界線ということで、まあ、写真のね、基本を押さえつつ、撮った感じになると思います。非常に面白い、また色鮮やかな写真でね、綺麗な写真になっております。なかなかいい写真になっております。はい、作品投稿ありがとうございます。投稿のコーナーここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はヘボさんさんの俺のカメラですね。いつも配信お疲れ様です。またまた俺のカメラに投稿します。とうとうペンタックス LX に手を出してしまいました。
正しくはまた手を出してしまいましたなんですが、20年くらい前に一度手に入れてしばらく持ってたんですが、ミラーレス資金のため下取りに出してしまったことをずっと後悔していたのですが、ちょっとした物入りがあったので思い切ってヤフーで購入しました。ただあまり状態良くなく、高松の日傘カメラさんにオーバーホールを依頼予定です。結構な出費にはなりますが、それだけの価値のあるカメラと思っていますので、戻ってきたらあちこち持ち出してやりたいですね。こいつで撮った作品もまた投稿しますので、よろしくお願いしますということでね、これね、結構ね、使い込まれた感じの LX ですがね、まあ、結構使い込まれた感じのカメラもかっこいいといえばかっこいいんですよね。特にね、LX って言ったらね、まあ、プロもね、比較的使う、カメラになりますんでね、使い込まれた LX。で、オーバーホールに出してね、新品同様にして、楽しんでいただければと思いますね。この手のカメラはね、まだまだね、メンテナンスすれば使えると思うんでね。まあ、電子カメラにはなるんで、最終的には5連中になっていくかもしれませんけどね、できるとこまで付き合っていただければと思います。はい、僕もね、高松の日傘カメラサービスね、利用しようと思いつつね、先立つものがないんですね。まあ、動画でね、お金は入ってくるんですが、出ていくものの方がなんか多いような最近気がしてきたな。まあ、そんなわけでね、東京オフ、あるんですけども、新幹線の予約もいたしましたしね、11月13日、オタッキーは東京に行ってまいります。で、東京に行く日、11月13日はね、新幹線に乗ったあたりからね、この日、その日、どの辺にいるよっていうのね、ツイッターでツイートしていこうと思いますんで、ツイッターのフォローまだの方はね、ぜひとも中年オタッキーのね、ツイッターアカウントフォローしていただければと思います。特にリンクなんか踏まなくてもね、検索でね、中年オタッキーって書いたら即座に出てくる。もう中年オタッキーって書いてあるアカウント3つありますけど、全部僕のアカウントなんでね、全部フォローしていただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じですね。次の動画はね、一応ニコン F の写真が、取り上がっておりまして、ニコン F で撮った写真、コダック TMAX100 を、TMAX デベロッパーで現像したものをね、上げていこうと思います。で、F2 もね、ようやく取り上がりましたし、オリンパスペン FT も取り上がったんでね、まあ、あとは、ヤシカハーフか。ヤシカハーフ17、この4台をね、取り比べをね、今やってるんでね、その辺もね、この後々こうご期待ということになってまいります。はい、今日の動画はここまで、また次の動画で、お会いしましょう。っていうかね、東京行きますので、東京11月13日行きますのでね、スケジュールとかもチェックしていただいて、まあ、オタッキーに会いたいという方はぜひ会いに来てください。はい、今日の動画はここまで、また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。